も鍛錬でいい汗がかけたよ。さてと、一風呂浴びて飯でも食うかね。ザフィーヤさん、お言葉遣いがなってないでございますですわ。なんだい、パネトネじゃないか。私の言葉遣いがなんだって？お国は違うとはいえ、あなたも私と同じ主君に仕える臣下でございますです。お礼儀作法は正しく、綺麗なお言葉遣いを心がけるべきでございますですわ。そんなこと言われてもね、私は生まれてこの方こんな感じさ。それで困ったこともないし。臣下の行動は国そのものの評価にもつながるのでございますですわ。行動次第では国の品格を傷つけることになりかねないのでございますです。なるほど、私の行動が知らず知らずのうちに国の名に泥を塗っていた可能性もあるわけか。そうでございますです。危機感を抱いてくださりありがたいですわ。しかしご安心を、私がザフィーヤさんにお礼儀作法を指導して差し上げますです。ええ、あんたが私に？準備は進めてますですの。首を洗ってお待ちくださいませ。この星座ってやつはあとどれだけ続ければいいんだい？ザフィーヤさん、お言葉遣いが。この星座というものはどれだけ続ければいいでございますですか？あと半時は我慢するでございますですの。礼儀を重んじる臣下としてそのぐらいはできなくてはいけません。半時だと？いや、半時でございますですか。そんなに続けたら足がしびれて壊れてしまうですます。私にはもう無理だ。こんなことを続けるなら鍛錬に時間を費やした方が有意義だよ。悪いが礼儀作法は向いてない。やめさせてもらうよ。国への貢献は私の力で達成すればいい。お礼儀作法の勉強も普段の鍛錬と変わりありませんでございますです。できないからといって諦めるでございますですか？ザフィーヤさんの鍛錬にかける情熱には私一目置いていたでございますです。それがこんな方だったとはがっかりでございますですわ。もう少しだけ続けてやろう。鍛錬を引き合いに出されては逃げるわけにはいかないからな。それでこそザフィーヤさんでございますです。礼儀作法が私のためになるならばとことんやってやろうではないか。ここから急成長を遂げて驚かせてやるから覚悟しておけよ。すごいです。星座を始めて一刻経過したでございますですわ。私にかかればこのぐらいの成長は簡単でございますですことよ。お言葉遣いも完璧でございますです。さすがザフィーヤさん、ここまで早く星座とお言葉遣いが上手くなるとは思いませんでしたです。私感服いたしましたですわ。それは良かったでございますです。では礼儀作法の勉強はここまでだ。これからはいつもの私に戻らせてもらう。え、どうしてでございますですか？まだまだ勉強することはありますですよ。礼儀作法の大切さは分かったが、やはり私は鍛錬に力を入れたい。その方が国への貢献もできると思うからな。そうでございますですか。ここまで習ったことを無駄にするつもりはない。これからは国に仕える臣下としてだらしない姿を見せないよう注意する。やはりザフィーヤさんは私の見込み通り素晴らしい方です。ます私もザフィーヤさんを目標にして体を鍛えないとですわね。鍛錬の面倒なら見てやってもいいぞ。礼儀作法を教えてくれた礼だ。本当ですか？お礼儀作法を身につけた私が鍛錬を学べば完璧でございますです。ぜひよろしくお願いいたしますですわ。厳しくいくから覚悟するでございますですよ。はい、ザフィーヤさんに勝てるぐらい強くなってやるでございますですわ。